年明けに予定される第1子の誕生を控え、小泉環境大臣は23日の会見で、注目が集まる育休の取得について、公務最優先の上でどういった形で取れるか考えていると述べ、引き続き明言を避けました。まず前提として公務最優先、そして危機管理を万全にする、そういったことの上でどのような形で取れるか、そういったことは考えていますが、あと一月以内で出産かなという状況の中では、現時点で本当に願っていることは無事に健康にその日を迎えていけるようにしっかりと妻をサポートしたいと、そういうふうに思っています。小泉大臣は環境省職員にとって育休を取りにくい環境を残したまま自分が取るわけにはいかないという考えを示していて、省内の環境整備の進み具合を見て実際に自身が取得するかどうかを最終的に判断する考えです。